ございます。またありがとうございます。おはようございます。おはようございます。こっちの目の二重幅がおかしいです40ぐらいになった。おはようございます。パンありがとうございます。おはよう。ゆりありがとうございます。今日も天気が良さそうですね。今日も暖かくなるかな。もうあっという間にきっと桜散っちゃうよね。本当に。おはようございます。でも今日も暑いから、そうだよね、絶対今日も暑いよね。いや本当になんかもうさ、厚着しなくても寒くなくて、本当に今過ごしやすい暖かさだよね。大好き。おしゃべり会が終わった事実に悲しんでた。わかる。本当にわかる。悲しすぎる。おしゃべり会終わっちゃったんだよ、昨日で。悲しい。いやだね。次がいつか分かんないのがまた悲しいよね。なんか分かってればさ、こう遠くてもさ、こうね、気持ち的にそれまで頑張れるけどさ、次がいつか分かんないのがまた楽しいです。ハートありがとうございます。おはよう。ございます。えっくんが始まった。ハートありがとうございます。眠い。もう
か寝足りない日々なんだけど、何なんだろう。常に寝足りない、常に寝足りないんですけど、みんなはどうですか。みんなはすっきり起きるんですか。すっきり目が覚めますか。朝憧れる、すっきり目が覚めるの。寝足りませんだよね。だよね。今日は寝すぎました。いいな。みんなも今日寝すぎたとか言いたい。まあさ、オフの日はめっちゃ寝てんだけどさ。オフの日はめっちゃ寝てるんだけど、それでも寝足りないんですよ私って。あ、もう何なんだろう。みんなの体はもう多分ね、睡眠がね、とても必要な。なんでしょう。おはようございます。24時まで配信してへん。何時ぐらいに寝てる。3時、早くて2時かな。おはようございます。寝覚めできればいいのにね。ほんとそう思う。寝覚めさえできればもうオフの日ずっと寝てるのに。寝だめできればいいな。なんか今日夢見たなーって思って今考えてたらさ、思い出した。思い出しました。3期生が出てきた。なんかわかんないんだけど、ね、劇場多分3期生がなんかお披露目するみたいな。3期生がお披露目劇場でするみたいな感じで、そう、なんか自分はなんかメイクしてて、で隣で3期生がメイクしてて、みんなストレートベースで髪の毛が、そうやっぱ初期ってみんな髪の毛ストレートベースなの。巻いちゃいけないっていうルールがあるんですけど、そういえば自分って最近いつも巻いてるけど、初期ってずっとストレートベース嫌だったなーっていうのをめっちゃ思い出した、夢。おはようございますっていう夢でした。そう、みんなストレートベースだったの、髪の毛が。
そういえばずっと嫌だったなーっていうのを思い出したストレートベースだし、髪型もずっと同じで変えちゃいけないのね。それがひな的には結構ストレスで、いつもそうストレスっていうか、似合わないなーって思いながら自分はね、そうそう変えちゃいけないの髪型を。しかもさ、まあまあ長かったんだよねうちら。まあまあ髪型変えちゃいけない期間長くてさ、そう、理由、おはようございます。っていう夢を見ましたそのイメージ作り、まあそうだね、やっぱ最初は入ったばっかりだから覚えてもらうためにもうずっと同じ髪型で居続ける、そうそう、そうそう、おはようございまーすそうなんですよ、懐かしいなって思って本当に嫌だった髪型変えられないの本当に嫌だった、早く早くってずっと思ってたなかなか長かったからね髪型変えられない時間が。おはようございます。最初の数ヶ月とかだけでいいのにねいや、 やっぱでも大事なのかもしれないけど、おはようございます。懐かしいね、うん懐かしい、ほんと懐かしい、ずっと同じ髪型だったのね。おはよう、うんうん、うん本当にいつも思ってたひなが一番多分思ってた、早く髪の毛変えたいって誰よりも、だからずっと同じ髪型面白くないじゃんと思って。分かるよ、最初の数ヶ月とかは同じでいいかなって、まあ、せめて最初の1年はいいかなって思ったけど、もう2年以上はずっと同じ髪型でだったから長いわと思ってました、ずっと早く巻きたいってずっと思ってた、うん、髪型変わっても正直覚えられる気がする。いやほんとそうだよな、髪型関係ないよ髪型、まあ本当に最初の方はずっと同じとかだったら全然いいけど、ちょっと覚えられるまではね、覚えられる前までは髪型同じでいいかなって思うけど、2年も同じ必要ないでしょってずっと思ってただってファンの方もさ、かわいそうっていう言い方したらあれだけどさ、公演とか見に来てもさ、いつも同じ髪型なんだよ、つまんなくないですかいつも同じ髪型で出るよりさ、行くたびに違う髪型してる方がさ、あ今日どんな髪型かなとかさ、
毎回その髪型だけでも少しはさ、ちょっと楽しみ増えません？ってずっと思ってました。だからもう髪の毛変えられるようになって、もうみんなが自由になって嬉しい。おはようございます。そうそう、まあでもね、なんか自分が何の髪型一番似合うのか分からないけど、分からなくて分かんなくて、いつも本当に迷いますけど、おはようございます。今日は休み、上関型公園に桜見に行く。おー、いいですね。結構咲いたらしいですよ、上関型の方も。絶対綺麗。菜の花と一緒に。おはようございます。明日の公演の髪型はもう決めた？全然全然ですよ。うん。そんなに早くあんま決めたことない。いつも当日の数分前に決めます。そう。おはようございます。公園だわ、明日公園だ、やばいやばい、しかも春子村。おはようございます。頑張る、頑張らないとわー、公園ですね。おはようございます。はあ。おはようございます。ね、拒否反応出ちゃう。でもね、今はね、まだ体が気づいてないからね出てないけど、夜には拒否反応を起こしてるかもです。いやでも本当にこの間の手の震え、何なんだったんだろう、何だったんだろう。本当に何だったんだろう、怖かった。顔も震えるし。あ、ありがとうございます。急にありがとうございます。そう、顔が震えてた。もう劇中ピクピクピクって顔がなんかもう痙攣してた。そう、疲れですよね、もう本当に顔が震えてるっていうのは。急にありがとうございます。うん、手震えたことなんて一度もなかったもん、今まで生きてきた中初めての経験だった。だからもう
に危機反応ですね。だってはるか村終わったらスッと震えが止まったもん。急にありがとうございます。今は大丈夫、うん、今は大丈夫。でも体が、あ、はるか村やらなきゃって気づいた時に震え始めるかもしれない。おはようございます。そうそう、筋肉痛になった日は震えることある。いや、ひなはないです、経験、そんな経験は。そうないんですよ。あんまり。まあでもあの時、まあちょっと風邪ひいてたからなのかもしれないけど、風邪ひいてたからかもしれないけどね。はるか村の前日に風邪ひいたので。てかもう熱あったからさ。うん。それが原因かもしれないんですけど。わかんないです。おはようございます。うん。頑張りたいと思います。おはよう。なんかすいたよ。なんかすいたな。ラーメン食べたい。一日中寝たい。寝たいなぁ。眠い。なんで朝って眠いんだろうね。なんで寝足りないの。まあそれは寝る時間が遅いからですね。でもさ、じゃあ早く寝たら本当にすっきり起きれるのかな。早く寝たら本当にすっきり起きれますか。みんなってすっきり起きれる時ある。ひなはない。どんなに早く寝てもすっきり起きれることないです。おはようございます。6時間ちょうど寝たらすっきり起きれる。うわー、すっごい、6時間で足りるの、すごい。早く寝ても結局眠い。それな。早く寝ても結局眠い。疲れ次第。まあそれもそうね。やっぱ疲れてる時はもうより眠いもんね、朝。12時前に寝たら多少違うと。まあね、でもそれはさすがにできないので、もうそれはできないので諦めます。お日様に当たれば目が覚める。より、むしろ眠くなるよ。むしろ眠くなるよ。遅くに寝るとお肌に良くないので。そうだよ、良くないよ。これでも頑張って早く寝てるんですよ。これでも頑張って早く寝てるんですけど、私にとっては早いんです。頑張って。おはようございます。うん、眠い、眠すぎ。
感じでもうそんな感じででいつもまとめちゃうそんな感じで今日もみんな頑張りましょう。今日もきっと暖かいのでね、今日もとっても暖かいと思うので、でも本当にこういう春の暖かい日の外の匂いめっちゃ美味しいですよね。外の匂いと空気、外の空気とに、うん、外の空気の匂い外の空気と雰囲気の匂い、すっごい美味しい。だからみんな今日も美味しい空気を吸いましょう。もう幸せな匂いが漂ってる。なんかパンありがとうございます。ではランキング読みたいと思います。13位竹野さんありがとうございます。12位まこちゃさんありがとうございます。11位ましおさんありがとうございます。10位箱石さんありがとうございます。9位犬さんありがとうございます。8位うっちーさんありがとうございます。7位サバサンドさんありがとうございます。6位ティンバレラさんありがとうございます。5位トトちゃんさんありがとうございます。4位ゆうとさんありがとうございます。3位ヤマさんありがとうございます。2位ウニャニャニャさんありがとうございます。1位ナナシさんありがとうございます。はい、ということで今日の配信は、朝の配信はこれで終わりにします。また夜に会いましょう。一日頑張りましょう。いってらっしゃい。またね。いってらっしゃい。朝からありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。いってらっしゃい。